ホンダ新型 NSX プラント出発。トヨタの LFA にも暗雲が立ち込める。ホンダ S2000、 6月いっぱいで生産終了。経済不況の今、スポーツカーに危機が迫る。しかし一方で元気いっぱいのスポーツカーも続々登場。そこで最新モデルの走りの実力をベスモキャスターが徹底検証。ベストバイを探せ、最新スポーツベストセレクション。今最もお手軽な FR スポーツがマツダロードスター。1989年の登場以来、世界中の人々に愛され続けられているロードスター。98年にはフルモデルチェンジし2代目。初代モデルの持つ楽しさをそのままに、安全性や質感を向上させた。そして2005年、現行の3代目へとフルモデルチェンジ。残念ながらベスモキャスターたちの評価は一変、楽しさがなくなったという。そして新型、失われた走りの楽しさは戻ってきたのか。さあ、ロードスター、はい、マイナーチェンジね、プチ整形しましたね。顔つきもね、正観になってね、俺は好きだな、こっちの方がね。俺もなんかいいですね、うん、こっちの方がね。しかもね、エンジンの回転が500回転上まで回るようになって、うん、それからね、我々の視点で言うとやっぱりロールセンターがフロント下げられたのね。それでかいっす ね。今回このね、2台、うん、全く同じグレードなんですが、うん、屋根違い、ソフトトップにハードトップ、うん、でロードスターって割と軽く軽くっていうのが命だったでしょ。軽量命ね、という意味で言うとソフトトップのは軽いんだよね。こっちが本物なのかもしれないんですが、うん、ただ現実的にはね、これファーストカーで乗る人もいて、そうするとこうハードトップね、対抗性もいいだろうから、ですよね、こっちがいいのかもしれないし、とやっぱ俺は赤のロードスターがいいな。色いや、じゃあそこは関係ない。2008年暮れにマイナーチェンジを受けたマツダロードスター。今回の進化のポイントはドライバーに訴えかける感性。そのためにエンジンはクランクシャフトを単造化、足回りではフロントのロールセンターを最適化、エクステリアデザインの変更も原点への回帰。使い勝手に優れる RHT も変更内容は同じ。より快適性の高まった RHT だが、一体ロードスター本来の楽しさはソフトトップ、それとも RHT、 どっちだ。実はですね、私旧型の方のロードスタードラテクマシーンとして、結構みんなに勧めてたんですけど、モデルチェンジしてからはちょっと自分の中じゃうんと思って、そこからはあまり言ってなかったんですが、これがまた自分の中でこうみんなにね、勧めれるドラテクマシーンとして変わってくれてたら嬉しいなということで、まずはインプレッション行ってみたいと思います。気持ちいいよこれ。戻った戻った、俺の中じゃ素直だしさ、すごいいい感じ。あとこれベンジいいじゃん、こんな良かったっけとか言って。いや全然ね、こうなんつうかな、フロントの素直さ、ここでのこうターンインの時、こう素直さがねちゃんと出た。前はこうブレーキングして入る時の違和感っていうかね、自分の感覚とねちょっとズレがあって、それが嫌だったのね。特にこのターンインのここが変わった。ここはいける、おほい、いいわ、気持ちいい、ロードスター復活です。ソフトトップ RHT、 動力性能に優れるのは、まずは屋根を開けた状態で計測スタート。おー、出たぞ。あー、やっぱ向こうの方が、ただシフトで頑張る。あー、やっぱ向こうの方が軽い。今度は屋根を閉めてスタート。よっしゃ、出たぞ。あれ今勝ったぞ。今早いぞ。セカンドからサード入れる時に勝ったぞ。逆転で軽いソフトトップの勝ち。
はい、ロードスターのハードトップとソフトトップの違い比べましたが、はい、が30キロのウエイト差、ね、こっちの方がやっぱハードトップということで、うん、それプラス、うん、これ R パッケージという、うん、あのオプションがついてて、シートがレカのシートヒーターもあったりして、シートヒーターついてて、でホイールが BBS、うん、でこれを考えると多分ちょっと30以上の差がプラスアルファで本当はあるんじゃないかなと、数字的にはね、そういう部分がどんだけ出るかと思ったのですが、まあ、正直言ってなんか違った気持ちいい。でタイム的には結局このやった中のベストベストで比べると、うんうん、ハードトップの屋根締めが一番なんかタイム的には微妙ではコンマゼロいくつの話ですけど、早かったんですが、まあ、ほとんどドライバーの気分、そのスタートの一瞬とかシフトのこのねタイミングとかそういうので左右されてしまうぐらいの大きさね。ということはまあ好きな方を選んでもそういうことね、走りのそのタイムっていうかそのね加速感で違いっていうのはその30キロの差って思ったより出てない、そういう意味を含めても全然俺はこの R パッケージ付きの前だねは、うん、赤い方が赤い俺は黄色でしょスポーツカースポーツカー黄色あー俺スポーツカーは赤だって、うんなんかうん、あとはねやっぱり、まあ、コーナリングはねもしかしたらこう上物の重さとかそれはね引くかもしれないので、ね、それはもう筑波で比べましょう。そうです ね、 ねとその前に2台のコーナーウェイトを計測、オープン状態だけでなく屋根締め状態でも測ってみた。まずはノーマル RS、 屋根締めでおよそ2キロリアが軽くなることが判明。続いて RHT を計測、こちらはソフトトップより少し重くおよそ3キロリアが軽くなることが分かった。つまり前後重量配分は屋根の開閉で変化する。さらに50対50に近いのは RHT なのだ。最後は速さだけじゃない使い勝手にも注目のバトルだ。何もしなくてもこのまんま吊るしのまんまでサーキット走ってもほんとね、おこれ楽しいじゃんこの車みたいな、いいわこれ。全体的にウエイトとしては少し不利なんですが、ただ重量配分としてはね、もしかしたらルーフの重さがリアにかかって例のパワースライドが減るかもしれません。バトルはどっちに勝つかわかりません。横並びグリッドからスタート。うわスタートやられたな。さあ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 。あれ加速いいね、ソフトトップね。何か余裕の緊張がある HT。 バトルはブラップだけどさっさと行ってよ。ちょっと気持ちいいなこれ。バランスがこっちの方がいいはずだ。トラクションかかるはず。後ろガンガン来るね。ただ加速は重たい分だけ、あー少し離されるかな。捕まんないで。直線加速は離されるものの、コーナーは金ちゃんが RHT の方が速いみたい。いや変わんないわなこれな。向こうの方がちょっと重たいんだけどな。よいしょ、これは揺れつかねえな。確かに2台の差は1周目と大差なし。こりゃどっち買うか迷うよね。おお行き過ぎた行き過ぎた。カバーした。あれ加速でジーショー、バイバー。加速で差をつけた服部 RS、 しかし最終コーナーの突っ込みは2台とも同じ。金ちゃんが RHT また追いつくか。そしてバトルは3周目、次の1ヘアピンで何かが起きる。注目。よしこの週私の
お仕事が待ってます。その前にサイドウィンドウ閉じときましょうね。さあやってきました屋根閉めタイム。車を完全に停止させて屋根を閉めてから再スタート。どちらが早く閉められるか。ボタン一つの金ちゃんが有利なはずだが待って待って待って、あれ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 やば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 、あれベルト、おかしい、ベルト、よし勝ったぞ。あやべ、いや金ちゃん練習の甲斐なく撃沈人間の方が早かった。RHC の開閉時間はおよそ12秒。車から降りてソフトトップを閉めたハッちゃんよりも確実に速いはずだったのに。あ、指導に負けるわけにいかねえんだよ俺は。金ちゃんの座右の銘、後悔先に立たずだよね。指導に負けるわけにいかないんだよ俺のプライドにかけて。あれちょっと後ろが動くような気がする。ターンイン時のこうぐっと前荷重入れてのステアリングの時の後ろが動いちゃう、そんな気がするぞ。微妙だけど自分のフィーリングとしてはね、やっぱどちらかっていうと後ろが軽く感じる。こういうとこでもたった2キロの違いを見分けたハッちゃん、さすが。金ちゃんも見習ったら。車としてはね、本当コーナーリングはね安定するようになったね。今まではどっちかっていうとこうヒラヒラしすぎてうまくコントロール できなかった。すごくヒラヒラ感が、言葉を変える不安定な感じだったんだけど、それがロールセンターを変えたことによって随分安定するようになった。狙ったラインにピタッと合わせられるようになったね。金ちゃんもさすが。でもはっちゃんは最後の最終コーナーへ。というわけで兄弟対決はソフトトップの RS に軍配。やはり50キロ近い重量差が響いたようだ。はい、ということで、ハードトップ対ソフトトップの争い。おかしいなぁ、コース上は負けてもね、仮に負けても、これでボタン一つでミーンって慌てふためく、あっちゃんの姿浮かんでたんだけど、決して完璧じゃなかったね。一回もうパッてやって締めようと思ったら、うん、あれって届いてなくて、うん、あ、ダメダメダメなんてやっててパッと見たらまだこの辺でウィーってこうやってやってたから。俺もね、ちょっと完璧じゃないんだけど、うまくね、サイド引いたりギアを抜いたり、うんうん、5分回路があるから、あれっていう間はあるんだけど、うん、でも負けは負けだな。だけどすごい足変わった。いいでしょ、ね、すっごい良くなった、前の先代のあの楽しいロードスターの、あのドラテクマシーンっていうのが戻ってきてくれたからすごい嬉しい。エンジンも上まで回るようになって、そう気持ちいいし、足がもうすごく良くなって、ね、これいいわ。ただ不思議なのがこのソフトトップを締めた後、うん、動きはねちょっと後ろ側どちらかというと軽くなった。でそれまでダンロップとかでちょっと後半もうちょっとここなんとか曲がってくれりゃっていう、他は逆にこのぐらいの後ろがいいなって思ってたところが、ちょっと後ろが軽くなってふわっと動くとこあって、ダンロップは逆にちょっとだけどうだろう反射心ぐらい内側で走れるみたいな。それね、ハートップも同じ傾向だと思うけど、ちょっとアンダーがこう減ったり増えたりするね、後ろにある時には少しアンダーっぽくて、だ俺としてはね、閉じるより、開いた方が安定方向で踏んでくるから早いかも、ね、いや俺もそんな気がしたのよ、うん、閉めてるよりも開けてる方が、うんうん、なんかいいなって。あ、ウエイトというかその重たいものが後ろにあるの、うん、あ、そういう違いが ね、上にあるとそれがひょっとしてこう振られるのがうまく後ろ側に伝わってるとかね、うん、あ、確かにあるかもしれない、うん、
あるかもしんないけど、そんなことより俺は、うん、なんでボタン一つで負けたんだって、その悔しさでいっぱいですよ。